はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、朝早くに郡さんと一緒に晴海の緑道公園にてクロダイを釣った内容をお届けいたします。また朝早くてですね、朝の5時半から釣りを開始いたしました。気温がですね、ほぼほぼ0度に近かったので、都心にいながら凄まじい寒さを感じながら2人で釣りをしておりました。釣り人はですね、ほとんどいない状況でしたので、まあ、ほぼほぼ貸し切り状態で釣りをすることができたんですが、この日は結構風も強くてですね、まあ、濁りも入ってていい感じだったんですが、風の強さが逆に何て言いますか、体に応えた釣りとなりました。で、今回ですが、郡さんにカニエサの刺し方ですね、あとはカニエサの針と重りのバランスとか、そういったところを教えていただきましたので、後ほどお伝えいたします。釣り開始時刻が朝の5時半 で、この日は大潮ですね、満潮からの下げといった時間を狙ってきております。ようやく6時頃になってきて、朝日が昇ってきました。私が着いた頃には郡さんはすでに棚で1匹かけていて、釣り上げられていらっしゃいました。マジっすか。あ、本当ですか。おお。やった、おいい感じのサイズ。朝のと同じぐらい。あ、本当ですか。ブリッとしてますね。ブリッと。おお、本当だ、すごい、なんかプリッとしてますね。脂が乗ってるぜ。やった、ありがとうございます。いいとこかかってる。これでもそこ近かったね。あ、そうですか。もう大丈夫ですか。はい。あ、そうですね。そうだそうだ。こっち取っとこう。よいしょ。イエースイエース。もっと？はい。何でもいいんで。すいません。あ、こっちから取っとこう。よしよしよし。よしよし。もうこれ、ああバチバチ、あ、これかっこいいな。よし、これをそのまんま YouTube 画面まんまに使います。今回もいろいろと郡さんにヘチ釣りの仕方を教えていただきましたので、そちらをお伝えいたします。そう、技とかだったら特にね、水平より上げんなって言いますもんね。あ、そうですか。ああ、はいはい、かけるとさ、はい、まあ、このぐらいでやってると、はい、そこ張っていっちゃいます、行っちゃいます、なりますよね、やっぱり。あ、基本俺たちやらないよね。ああ、はい、あ、そうなんですね。野菜とか、あ、そうなんですね。なるほどな。で、まあ、カニ取ってるんですけど、はい、あ、俺の弱ったカニあります。あ、そうやってつけるんですね、ハサミから。今適当にこうやってつけてさ、はい、
これさ食うじゃない魚が、はい、落としてて、ね、それで魚が食った時に、はい、ガランとかさ、はい、どこに動くとかそういうあたりじゃなくて、はい、本当にもう食ったか食わないか分かんないイグイみたいな、はい、ありますあります。その時にここに針がついて重りがついてると、はい、ここだけの動きで、はい、こっちに伝わらない伝わらない要するに道の方に伝わらない可能性もありますね。確かにここでだって吸収しちゃうから。あ、こういう動きの時に、はい、こう引いた時にここは動かないわけよ。動かないです、はい、分かる？分かります。ここで支点になっちゃってるからね。動かないじゃない、はい、え、これが嫌なわけよ。あ、だから地元にこうこの重りを、はい、この針、針のちもここの先、はい、地元、はい、につけてこうやるとこう動くじゃない。動きます。針についてんだから、はい、こういうふうにこういうふうにこの辺りを取れないわけよ、ここについてると。確かに。だからそれが嫌なんだよ。なるほどな。でもここに針つけるってなる、地元につけるってなると針自体の大きさはやっぱ3、5以上じゃないとちょっとバランス悪い感じですか。そう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 。だから今日も普通さ 2B だとか 3B つけるから、はい、これでもいいんだけど 4B だから、はい、あんまりその針が小さすぎると、うん、小さすぎるとあれ。なるほどな。で今日3号だとか2号持ってきたら入ってなかったから、はい、だからまあ4号でも、うん、4号でも何でも地元につける。なるほど。 ありがとうございます。このこうやって見ててこれはこういうふうに動くけど、はい、こうやってやるから道井戸のこう見てるところからこう動くからさ、はい、あるんだけど、ここだとここに重りがあるとこれのこれの動きで、はい、こっちに伝わってこないわけよ。だそれが嫌なの。なるほどな。そういうあれになっちゃうね。よし、ありがとうございます。これをそのまんま動画に載せます。ここでですね、郡さんのおっしゃったこと、教えてくださったことをまとめますと、ポイントの一つとしてカニのふんどしのところに針を通さない。クロダイは大抵カニのハサミの場所から食べてくるので、ハサミに近い位置に針先を通すように刺す、もしくは足を1本取ってその中に横に通す感じで刺す。その他重りの打ち方といたしましては、針の地元ですね、そこに刺すといったところを行います。針の地元にこう刺すと言いますか、挟むとなってくると針と重りのバランスが必要になってきて、こういった風の強い場合ですとか底の方に沈めるときは B4 の重りを使うとき、その際の針のバランスとしてはチヌ針の3号以上を推奨されているようです。ですか、 4B とかになるとバランス悪くなっちゃう感じですかね。地元に打つとしたら、うん だね、だったらまあ 3B とか、うん、ちょっと上、まあ、だからそれはそれでいいと思う、はい、なるほど。針が小さいのはね。なるほどね。俺は針が小さい時ってのはやっぱ 2B、はい、1個だとかさ、はい、夏のあれの時には使うけど、あ、それ4B なんか使う場合は、はい、だからちょっと針は大きくする。あ、そうなんですね。なるほどな。というわけでカニの付け方を教えていただいたのでですね、ハサミの近くに針先を通すようにして再度釣りを行っています。こちらはですね、底の方を狙って釣りをしています。
うん、お茶濁ってるな。かいかいバレさ。はい。手がかじかむ。指が指が まあまあないっす。おお、横に走る。よしよしよし。お、出てきた出てきた。おい、そい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 。よし。頑張らんのかな。あ、どうする。よかった。よいしょ。よいしょ、ありがとうございます。あ、よかった。もう指が。はい。あ、どうもです。OK? OK です。いやー、よかったよかった。いいサイズ。可愛いですね、はい、ありがとうございますはい、ありがとうございます。よし、よっしゃー、ありがとう。まったね。うぅ元気よかったです、ありがとうございます。コーリーさんの釣ってるシーンも撮れたしマスクしてるからさ、はい、何も喋りしなくてちゃんとわかります、わかりました皆さんにわかりやすいようにお伝えします。じゃあよかった。本当ですね。はい。ああ。あ、そうですか。ああ。はい。時間じっくりあれば1枚2枚取れるかも。あ、そうですね。しっかり。まあでも、はい、寒いっすね指回んなかったリールマックルいや面白かった。よしよし。水の
水分の日も来るね。こんなことは朝からやってるやつはいない。いないっすね。人も少なかったな今日。いやー